北軽井沢駅はかつて群馬県安郡長野原町にあった草軽電気鉄道の駅である。1918年6月15日に草津軽弁鉄道の地蔵川駅として開業した。その後、地蔵川駅の近接地域に開発された別荘地である厚生大学村により駅舎が改築、寄贈され、1927年に草津電気鉄道に 草津軽便鉄道より、社名変更の北軽井沢駅へと改称された。駅名の由来は、軽井沢の北側に位置していたため、屋根の形が、新州の善光寺をモデルにした駅舎となっており、駅舎正面の欄間には、大学村の海村に関わりの深い、法政大学の頭文字である、H が刻まれている。1939年4月28日に、 草軽電気鉄道の駅となったが、1949年に発生した台風による沿線各所への被害、1950年及び1959年に発生した台風による東川橋梁の流出などの度重なる災害が影響し、1960年4月25日に新軽井沢駅上州三原駅間廃止に伴い廃駅となった。 浅間イン山の西側のふもとに位置し、駅周辺は住宅地となっている。駅南側には浅間牧場が広がっており、南西方向には浅間山がある。北軽井沢駅舎が登録有形文化財として登録されたことを示す、プレート旧駅舎は、廃線後に元草軽職員が譲り受けの植えし日を投じて修繕、整備を行い、30年弱にわたりスナックの 店舗として活用されていた。2001年の閉店後は、長野原町に売却され、2005年に改めて改修工事が施され、翌2006年9月15日には、国の登録有形文化財に登録するよう、投信され、同年11月29日に、旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎として、文化庁より、登録有形文化財として登録された。現在は、 北軽井沢観光協会が管理しており、夏季などに期間限定で無料開放されている。2010年7月より、駅舎裏には現役時代のホームと線路が再現整備され、木製模型の出来中に軽電機機関車が実物大モニュメントとして設置、展示されている。北軽井沢のシンボルとして、北軽井沢コンソーシアム協議会が企画立案、制作し、 模型の設計、思考は光建築工房有限会社が言った。当駅は日本初のカラー映画、カルメン故郷に帰る公開のロケ地にもなっており、主人公のカルメンらが列車から降り立つ駅として登場する。ありがとうございます。